確認をした方がいいでしょうね。なるほど。まあ、本当に流動的に動きますからね、マントゥーマンの考え方では守れませんからね。広瀬、この湘南奪えるか、トスボールになる。しかし湘南薄井の飛び出し、さあアジエルだ、アジエルから薄井が抜けている。薄井来た、薄井の勝ち越しゴールは2対1。見事なオーバーラップでしたね。自らパスを出して、そしてアジエルから受け取って薄い。一気にここでインターセプト、それがパスになってターラがスルー。いやー、何か流れるようなパス交換からゴールが生まれています。実はですね、このサイドバックが中に入ってきてますよね。まあ、普通あの外への上がりっていうのがサイドバックの役割だとこう思われてるんですけどね、今シーズンの湘南はこの中へ中へ上がってくるんですよね。